おお。ドンピシャ。はい。やっぱね、コンディションいいんですよ。ああ。ちょっと写真も撮ろう。どうもタクです。ぼっちな釣り部屋のお時間でございます。ですね、今日はですね、彼の、直接的な当たり方についてちょっとお話ししたいなと思ってます。こう漁港に行きますよね。ね、ブラ竿を持って、ブラをつけて餌をつけてピュッと投げます。で、着水します。で、ひら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 ブラが踊るように着底します。で、そこから糸吹けを取ってこう誘うわけですね。で、ちょんちょんしてくるんですけども、当たるときこのちょんちょんがですね、抑え込まれるんですよ。あれ、中に引っかかったかなと思う時が出てくるんですね。で、その時はですね、魚がかかっているか、それともちょっと根に先っちょが引っかかったか、これ二択になります。で、こう竿先が止まった、よーく竿先を見ていると、うい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 って、これほぼほぼ 100% お魚です。あとそのまんまだと、ああこれ根がかりだと、根がかりだと思ったら、そのまま引っ張るとこう針がこうギギギって刺さっちゃうんですよ。だからこれ根がかりだってほぼほぼ思ったら、こっちにちょんちょんしてたら逆側パンとそっち側に竿を大きく振ってください。ほぼほぼ外れます。で、また、そっから、こう、ちょんちょんするわけですね。で、また、竿先がピタッと止まる。様子を見る。っていう動作を繰り返すんですね。で、ブラをかきむしるように、こう、ガガガッガガッと来るとか、あと、ひたくるように、こう、バーッと走るとか。で、完全にそれはカレイちゃんでございます。ほぼほぼ 100% カレイがブラを加えております。で、実はですね、その当たりが来る前に前当たりが実はあるんですよ。これ分かる人には分かるんですけど、分からない人には全く分かんないみたいで、なんて言えばいいんですかね、カレイがブラに近づいてくる水圧あるみたいなんですよね。こうやってると、でこうちょんちょんしてるじゃないですか。で、ずっとちょんちょん同じようにやってきて、同じようにこう手に伝わるわけですよ。でも違うちょんちょんが混じるんですよ。こうちょんちょんやってる、ん？あ、なんか違うちょんちょんみたいな感じになると、そこの子でピタッと止めて待ってると必ず食ってきます。違和感なく、それも。で、それが非常に面白い現象でして、竿先の柔らかさ、それからラインの扱い方、餌の付け方、これパーフェクトにやると出ます。必ず出ます。当たりの前の当たりを取る。で、これはすごい面白い釣り方でして、見えない敵を打つみたいな感じの、すごくゲーム性の高い釣り方になります。今年のですね、春、ピークが、4月5月、6月これ来るわけですけども、その時にですね、ぜひこの当たりの前の当たり、これを読めるように、取れるようになると、釣果の方爆発的に伸びますんで、頭の片隅に置いといてください。絶対わかるはずです。穂先の竿の先っちょがやわいもので、ラインが適切に扱えること、それから餌を的確につけること、長さも調節すること、細部にわたって気を配ること、
これをやるとですね、それがはっきりわかります。ぜひ試してください。それじゃあ、楽しい釣りを。タックでした。